もしもし、シナの神様、あなたの受け持ちですぞ。どうかしましたかな。一瞬の中からおかしな猿めが生まれて動き出しましたのじゃ。 どれどれ? なに? 見たとこ普通の猿じゃ。 でも一応報告しておいた方が。 捨ておきなさい。 別段怪しむこともあるまいさ。
王様だ。王様だ。
けられ。リンリン。なんだこれは。人間よ。人間？人間ってなんだい？世の中で一番知恵のある動物なの。なに？でたらみ言うな。俺より頭のいいやつがいてたまるもんか。嘘じゃないわ、本当よ。人間って私たちよりずっとずっと利口なのよ。ふん、笑わせるな。
猿か。仙人様いるかい？何？何の用だ？弟子になりたいんだよ。弟子だと？ふざけるな。帰れ帰れ。いい。おや？こいつまだいたのか。ねえ。会わせてくれたっていいじゃないか。ダメだと言ったらダメだ。とっとと帰れ。ありゃ、こっちの方が外だ。誰じゃお前は。猿です。お弟子にしてください。なんじゃと。猿なんざ弟子にはできん。さ、帰んなさい。これ、その本を持って行ってはいかん。おいおい、これこれ、早く返せ。弟子にしてくんなきゃ、やっぴちゃうよ。こら、待て待て、破かれては困る。じゃあお弟子にしてくれますか。やれやれ、しようのないやつじゃの。ここへ来なさい。わしがお前に教えることはこれで終わりじゃ。よくもここまで辛抱したな。全部の術を覚えたのはお前だけじゃ。今日からお前は孫悟空と名乗るがよい。はい。さて、極意書を授けよう。Thank you.
よく来てくれたな。会いたかったわ。とても。俺だって。ずいぶん長かったわ。お庭の栗が五度も実ったんですもの。これ、あなたが好きだったあの栗よ。なんだ、栗か。孫悟空ちょいと体の毛を抜いてふっと吹きゃ何でもお望み次第不思議な術だよ驚くな俺は孫悟空孫悟空生まれついての暴れん坊変わってないのねどうしたんだい何でもないのサービスが足りないってのかよしじゃあとっておきのごちそうしてやろういいのよごちそうなんかいやうちの先生が時々天国の果物を持ってくるんだそいつを取ってこようそんなことしたらいけないわお釈迦様に叱られるわよへっちゃらさ待ってろなHey!
如意棒か。こいつありがたいや。待て！天帝の命により次郎神君汝を召し捕りに参った。飛べるか見せてもらいたいものだ。へっ、からかう気か。よし、えい、驚くなよ。これだけ飛べ、もういいだろう。あっ、ああ、なんだこの柱。よし、証拠のために。
真理。持って帰ってくれ。意地っ張り。だからいけないのよ。ね、もっと素直になってちょうだい。ね、お願い。あなたが素直になれば、お釈迦様だって許してくださるわ。大きなお世話だ。道場なんて真っ平だ。さあ、さっさと帰ってくれ。じゃあ、帰るわ。さようなら。美しい心に免じて、その奉仕に悟空の戒めを説かせましょう。では、悟空は許されるのですよ。でも、悟空は三蔵の友をして天竺まで行かねばなりません。天竺まで？悟空が本当に立派になることを願うなら、辛くても行かせることです。はい、観音様。
くのよ。天竺？何だとるが？尊い経文をいただくため、私の友をしてもらいたいのだ。経文？友をしろだと？そうだ。世の人々を救うためにな。悟空、あんたのためなのよ。観音様のお告げよ。何がお告げだい？バカにすんな！これ何をする？やめなさい。やめて悟空。してくれよ悟空。しかしどうしても一緒に行ってほしいのだな。分かってくれ。では行ってくれるのだな。はい。でも悟空、私のことなら心配しないで。何かあったのですか？あったどころか、どういう因果か、この娘が大変な化け物に見入られましてな。化け物？はい。その化け物が今夜どうしても結婚して、この娘を連れてってしまうというのです。こいつは面白いや。慎みなさい。人が悲しんでいるというのに。だけどお師匠様、そいつをやっつけちまえばいいんでしょ。まあ任しといてください。ちょっと失礼。よかったよかった。どうしたんだ。気でも狂ったのか。Ah!
お嬢さん。いよいよ結婚式ですね。ねえ、ちょいとこっちをご覧よ。結婚式の晴れ着さ。奮発してきたのにさ。こともないな。あんたよりもずっとスマートで魅力的よ。問題じゃないね。そんなチンピラ。とっても強いのよ。感じないね、そんなの。ぶん殴って踏んづけちゃってぺたんこにしておせんべいにして食べちゃうよ。この野郎、言わしとけばいい気になりやがって。ないで、あんたのこと言ったんじゃないのよ。いやいや、貴様、俺がその悟空様だ。キンタロン、銀河が兄貴はどこだよ。俺は小僧じゃねえよ、お客様だ。おめえはなんで。お、俺は諸八海と言ってな、金閣銀閣の弟分だ。ご挨拶を恐れります。こちらは火炎山は十万王の身内昇竜というケチな野郎で。おーい兄貴。やい、開けろ開けろ。やい、豚の化け物を出せ。貴様だな、八海の婚礼を邪魔したやつは。
悟空、思い知ったか。まもなくお前の体はとろけてしまうんだぞ。これにかかったら悟空の実なんか子供だらしだ。そろそろあいつこの中でとろけ始めているぜ。ふう、助かった。ちゃ、取ってした途端に腹が減ってきたよ。溶けちまったな。どれどれ、俺にも見せてくれよ。よよ、こいつどっから抜け出してきやがった。おい、金閣銀閣、さあなんとか言ってみろよ。ありがたい。その代わりお師匠様のお供をするんだぞ。
その、お師匠様って一体どなたで？三蔵法師様という偉い坊様だ。食えば三千年長生きできるという坊主だ。昇龍、はい、早くさらって火炎山へ連れてこい。よいか、うまくやれば褒美は望み通りだ。はい、了解了解。歌が出る。お前の作ったデタラメの歌。俺の作ったデタラメの歌。じゃみゃるりゃるりゃ、よひょひょひょ。ブダ、ブダ。Thank you.
あれは泉ではないか。水だ。この佐五条様のししろに入ったが、最後生きて抱えたものは一人もないぞ。さてこいつから行くか。You.
なんとなく歌が出る。お前の作ったデタラメの歌、俺の作ったデタラメの歌。ジャミャルラルラ、ヨヨヨヨ。昇竜か、オーズはどうした？今、そちらに向かって出発しました。なぜすぐし捕まえんのだ？へい、でも、家来のやつがなかなか手ごわくて。何人だ？猿と豚と大乳道です。では、仲間喧嘩をさせろ。わかったな、褒美は望み通りだぞ。はい、了解了解。山が見える。砂漠は過ぎたぞ。やれやれ、やっと砂漠を越したと思ったら今度は山か。気の利かねえやつだな。お師匠様に休んでいただく宿はどうするんで？たりとも、そう佐護城を攻めるな。砂漠が越せただけでもありがたいではないか。へえ。どうもお師匠様はこいつに甘くていけねえ。うるせえぞ、えてごめん。なんだと？おら、何にも言ってねえですよ。言ったって、言ったって猿の耳に念仏だからな。こいつ！あ、こんつくしょう、殴りやがったな。そんなに心が狭いのじゃ。みんな兄弟も同じではないか。さあ仲直りしなさい。この山を越せば天竺も近いぞ。さあもう一息だ。さあ行こう。
何とかここから逃げ出す方法はないか。それにはね、牛魔王の屋敷にある馬小船という地話で会うより手がありません。その牛魔王の屋敷はどこだ。あの山の影です。よし、お師匠様、ちょっと行ってきます。ハッカ向こい。ふい、来た。船を預けておこう。あれか。では頼んだぞ。お気をつけになってね。わあ。慌てるな。すごいね。こいつはうかつに近寄れないぞ。なんだそいつは。いい、俺のアイデアだから俺が頭の方だぜ。チッ、しょうがねえな。なんじゃろう、お前は。どうかなさいましたの。いや。兄貴、慌てるんだよ。何かおっしゃって。いや。サゴジョ。え？お師匠様？牛魔王にさられちまった。すぐ助けに行かなくちゃ。だがこの体じゃもう実も。心配するね。俺に任せてくれ。
Come on!
ありがとう。本当にお前たちのおかげだ。ありがとうよ。元気になるんだ。なるわ。きっと元気になるわ。